今宵のメイドの土産は、耳をつんざくような叫び声を上げて人間の生き血を吸って殺してしまうと言われています。残念だ残念だ。嘘でね、いたんだ本当に。メイドの土産。どうも皆さんこんにちは、メイドの土産のお時間がやってまいりました。さて今回は見た目のインパクトも大きいですが、出会ってしまうと命の危険にさらされる恐ろしい妖怪を紹介したいと思います。女の顔に蛇の胴体を持つ濡れ女という妖怪です。濡れ女は海や川などに現れるとされる人面邪神の妖怪です。名前の通り彼女の髪はびっしょりと水で濡れています。女の顔に蛇の胴体、長い舌をチロチロさせているその姿はかなりのインパクトですよね。濡れ女の姿は江戸時代の妖怪絵巻などにちらほら書かれており、当時はよく知られた妖怪だったようですが、残念ながら具体的なエピソードについては文献に残っていないようです。別の名前の妖怪にはなりますが、九州地方に伝わる伝承に磯女という妖怪がいて、その磯女の中にも下半身が蛇のタイプのものがいるそうです。磯女は海辺に現れて浜を通る人や船を襲うと言われる妖怪です。耳をつんざくような叫び声を上げて人間の生き血を吸って殺してしまうと言われています。濡れ女もこの磯女の一種だとするならば、人間にとっては非常に危険な妖怪ですよね。さらに恐ろしいことに、島根県の石見地方に伝わる伝承では濡れ女が牛の怪物である牛鬼とタッグを組んで人間を襲うとされています。この伝承については以前牛鬼を紹介した動画で少しお話ししましたが、おさらいも兼ねてもう少し詳しくご紹介しましょう。昔島根県大田市に清五郎という男がいてですね、とある晩海岸で釣りをしていたそうです。その日はなぜか面白いほどに次々と魚が釣れて、しばらくするとビクがいっぱいになってしまった。思わぬ釣果に満足して清五郎が帰ろうとした時、不意に海の方から声をかけられ呼び止められました。振り返るとそこには髪がびっしょりと濡れた女が赤ん坊を抱きかかえて立っているではありませんか。もしそこの方、赤ん坊を抱いていただけないでしょうか。え、少しの間やや子を抱いてください。清五郎は突然のことに思わず赤ん坊を抱いてしまいます。バカ。赤ん坊を抱かせると女はそのまま海へと入って消えていきました。異常な事態にやっと冷静さを取り戻したのでしょう。清五郎はやばいと思って赤ん坊を捨てて逃げ出しました。すると突然海の方から巨大な牛鬼が現れて清五郎を追いかけてくるではありませんか。清五郎は命からがら近くにあった小屋へ逃げ込みます。牛鬼は小屋の周りをぐるぐると回っていましたが、やがて諦めたのか、残念残念だ、そう言い残して去っていきました。牛鬼の声は先に現れた女の声と同じだったそうです。怖っ。九死に一生を得た清五郎でしたが、もし赤ん坊を抱きかかえたままでいたら、おそらく赤ん坊はみるみる重くなり、それによって身動きが取れなくなったところを牛鬼に突き殺されていたことでしょう。
濡れ女が牛鬼とタッグを組んで人間を襲う、もしくは牛女が濡れ女に化けて人間を襲ったという点が非常に面白いですが、このお話で語られる濡れ女には産めという赤ん坊を抱かせてくる妖怪の特徴が混ざっているのも面白いですよね。さて、島根県の伝承とは別にもう一つ濡れ女が人間を襲ったとされるお話があります。そのお話は昭和の民俗学者である藤沢森彦氏の著作などで紹介されているエピソード。藤沢氏がどの一次資料に取材したのかは不明なのですが、そのお話も濡れ女の危険性を示す内容になっているのでご紹介したいと思います。昔、現在の新潟県と福島県の境にある川岸に柳の木の古木が多く自生していたそうです。この柳の木の枝は良質な木材になったのですが、周辺には毒虫や毒蛇の巣が多く、なかなか人が近寄れなかったのだとか。しかし江戸時代の1819年、ある村の若者たちが木材欲しさにあるアイデアを思いつきます。川へ船で繰り出し、船の上から柳の木の枝を切ろうというのです。このアイデアは一定成功したようですが、しかし不慣れな作業に若者たちは苦労してしまい、そのうち仲間のうちの一隻の船が川の流れで流されていってしまいました。流された船が川の流れが三つ股に分かれている場所に差し掛かった時、そこに髪を洗っている一人の女がおりました。船に乗った若者たちは、こんなところで髪を洗っているなんて変な女だなぁと思って見ていましたが、ああ、とんでもない異変に気がついた若者たちは血相を変えて船を漕ぎ出しました。必死になってようやく仲間たちの元へと戻ると、仲間たちは彼らの様子を見て笑いながら声をかけました。どうしたそんな慌てて、大蛇でも見たか、化け物だ、濡れ女が出た、はぁ、濡れ女、バカ言うでねえ、いるわけねえべそんなもん、嘘でねえ、いたんだ本当に。仲間たちは全く話を信じません。止める者たちの静止も聞かずに濡れ女のいたという場所へと船で向かって行ってしまったのです。なんでだ。仲間たちの船が見えなくなると、流された者たちは恐ろしくなって急いで村へと引き返しました。その途中、遥か彼方から濡れ女の方へ向かった仲間たちの恐ろしい叫び声が幾度となく聞こえてきました。流された者たちはやっとの思いで村へとたどり着きましたが、濡れ女を見に行った他の仲間たちは二度と村へ戻ってくることはありませんでした。濡れ女の尻尾は300メートル先まで届くと言われ、見つかったら最後、決して逃げることはできないのだそうです。ドーン。このお話では濡れ女の姿がはっきりと描写されているわけではないのですが、尻尾が300メートルも伸びたと言われていることから、おそらく蛇の姿をしていたのでしょう。直接的に濡れ女の姿が描かれず、犠牲になった者たちの叫び声だけが聞こえてくるという描写が逆に恐怖をそそりますよね。さて、というわけで今回は濡れ女についてお話ししてまいりました。人間を襲い、生き血を吸い、蛇のようなしつこさで決して逃がさず、時には
他の妖怪とタッグまで組んで現れる濡れ女。まさに水辺に現れる危険度 S の妖怪ではないでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それまで皆様ごきげんよう。